栃木県とですね、埼玉県、また茨城県、本当に県境になっております。その中でですね、三県境ということで、群馬、栃木、埼玉、そちらのちょうど県境が、こう交わる場所がありまして、そちらの日本全国にはですね、40カ所ほどその三県境というのがあるんですけど、いずれは川の中とか山の、頂上とか、そういったところなんですが、唯一ですね、板倉巻が接している三県境というのは平地にありまして、こうホップ、ステップ、ジャンプ、こう散歩でですね、県境を行きできるということで、今ここ数年で、ちょっと売り出しております。ぜひ、そうですね、いいですね。なんかね、動画撮ってね、なんか SNS に上げたりしてもね、もうまたそれも楽しいですし。はい。それこそ、じゃあ体3軒いけるってことですね。ここで立ってね。そうですね、もうこれで 3点で。はい、3軒またげて、手をついて。3点倒立でもできますね、じゃあね。できます。3軒ね。はい、できます。何をやるかっていうね、あれですけども。すごい。面白いね。すごいよ、やっぱり。そんなところもあるということで、ぜひ、行ってほしいですね。はい。そうですね。まあ、ぜひ、皆さんもですね、板倉方面来た時には、はい、お立ち寄りいただければと思います。はい、はい、ました。はい、で本日ですね、地元板倉の方から、油屋さんがですね、出店しております。はい、山賊役とですね、雷電稲荷、こちらの雷電神社のこのマークに用いたモチーフにした雷電稲荷というものを販売しておりますので、ぜひご賞味いただければと思います。本日はどうもよろしくお願いします。板倉の紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。板倉町から板倉でございました。では続いてはですね、千代田町からですね、マスコットキャラクター緑ちゃんとジュリちゃんがやってきてくれました。もうちょっと前に行きましょうかね。はい、もうちょっと行きましょう。はい、OK です。じゃあね、このお二人の紹介は私たちが、ここはですね、このじゃあ緑ちゃんジュリちゃんの千代田町のマスコットキャラクターですね。さあ、昨年、一昨年とね、みどりちゃんは出てきてくれてるんです。皆さん、向かって左手側のね、みどりちゃんは出てきてくれたんですけども、今回は初めて、ジュリちゃん。ジュリちゃん、はい、ピンクのジュリちゃんというのが初登場ということで、で、このジュリちゃんはですね、みどりちゃんのお姉ちゃんなんです。みどりちゃんのお姉ちゃんお姉ちゃんで、はい。で、千代田町の豊かな水と緑が生んだ妖精ということでね。はい、後から現れたけど一応お姉ちゃんということでね。あ、なるほど。難しい設定ですね。性格はとても活発で少しやんちゃということでね、はい、お祭りやイベントが大好きで、チャームポイントは気合を入れる鉢巻きとハッピーでございますね。そうですね。結構背高いんだね、ジュリちゃん。お姉ちゃんだね。さあ、ゆるキャラグランプリも姉妹でエントリーされているということでね。はいはい。はい、ではね、千代田町の、ちょっと、じゃ PR の方させていただきますね。はい、よろしくお願いします。はい、ジュリちゃんが持ってるこちらのですね、千代田利根川おもてなしマラソン。はいはいはい。はい、こちらがですね、年明けの1月21日、日曜日に、千代田町の東武運動公園で開催されました。はい。かっこ、雨天決行ということですね。雨天決行。はい、種目は、2キロ。2キロ、はい、5キロ、5キロ、10キロと、10キロ、この3つを用意していますと。はい、はい、で5キロ10キロのコースはですね、はいはい、利根川の堤防上をこう走り抜けるコースでございまして、ね、走るでしょ、そうすると左側には坂東太郎、利根川の雄大な川の流れと富士山が見られる、すごい景色だ。そして正面には、赤城春名妙義の上毛三山と浅間山が見れると。そして右側には田園風景と男体山を望めるというですね、もうなんだろうな、目でも楽しいマラソン大会となっておりますのでね。はい、参加費は一般3000円、高校生1000円、中学生500円、小学生300円ということでね、はいはい、全然もう安いでございますからね。そうですね。はい、詳しくはですね、千代田町のホームページをご覧いただければと思いましてね、はい、ただ申し込み期間、これが11月の20日までとなっておりますので、はい、皆さんね、参加したいぞっていう方はね、申し込み日をですね、過ぎないように、お気をつけいただければと思いますのでね。はい、わかりました。はい、じゃちょっとだけまだ時間ありますので、このね、ゆるキャラたちのプロフィールもちょっと、紹介、サクッとしようかな。はいはい。みどりちゃんね、初めて見たから、誕生日は3月3日。みどりちゃん。はい、推定年齢7歳から8歳ぐらい。はい。いつも明るくて元気、楽しいことが大好きということで、チャームポイントは頭の葉っぱと魔法のペンダントと。
こちらの真ん中の魔法のペンだったと、ね、姉妹ですから、姉妹す女の子二人でございますからね。みどりちゃんもね、ちょっと後ろ回ってもらいますね。やっぱ妖精ですから、うん、はい、妖精ですから、ね、今日は飛んでやってきましたので、ね、飛んでやってありがとうございます。はい、はい、ぜひともですね、こちら千代田利根川おもてなしマラソンですね、はい、ご興味ある方はね、検索等々していただければと思います。それでは、みどりちゃん、じゅりちゃん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。下付けのイメージキャラクター、カンピくんです。はい、もうちょっと前の方行きましょう、前の方行きましょう。はい、カンピくん、カンピくん、カンピくん、前の方どうぞ。もうちょっと前行けるよ、全然行けるよ。はい、オッケー。それでは PR をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、栃木県の県内に位置しております下付け市から参りました、私商工観光課の川島と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、下付け市ってね、皆さんご存知ですか。はい、下付け市はね、上下の下に野原の野と書きまして、そして、下付けと呼びます。はい、下付け市と申します。はい、そしてね、今日私と一緒に来たのが下野市の観光大使でもあります柑樹くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん柑樹くん見たことありますか。初めて見る方、はい、ね、結構多いですね。方の方、今日初の、はい、お目見えということでね、はい、柑樹くんなんですけれども、それでは柑樹くんの紹介をね、させていただきたいと思います。はい、柑樹、はい、くんはですね、新4号国道、はい、国道4号線にあります、道の駅下野のイメージキャラクターであり、うん、そして下野市の観光大使でもあります。なるほど。はい、そしてね、今日はね、皆さん紹介したいんですが、道の駅のイメージキャラクターなので、駅員さんのお帽子と、そしてこのような腕章をつけております。なるほどね。はい、でね、皆さん、これは何の形をしていると思いますか。なんかカンピ君、不思議なね、丸々と太ってますが、こちらはラフランスかな、それともそら豆かなとか思われるんですが、これはカンピョウの福部、はい、カンピョウのね、丸々としたスイカみたいな、野菜なんですけどね、はい、カンピョウの形をしております。そしてチャームポイントがこの後ろについてあります、はい、カンピョウの葉っぱです。はい、ハート型をしていて、とっても可愛いですよね。可愛いですね。はい、カンピョウです。で、どうしてこんな形をしているか、イメージキャラクター、カンピョウのイメージキャラクターになっているんですけども、はい、実は下野市はカンピョウ生産日本一なんです。はい、それで、ね、カンピョウの形をしているわけです。はいはい、そしてね、皆様、会場の皆様にちょっとね、 PR をさせていただきたいと思います。はい、皆さん、カンピョウって食べたことありますか。よくね、お寿司屋さんで出るカンピョウ巻きは食べたことあるかと思うんですけれども、今日はですね、カンピョウを使ったお料理と一つといたしまして、はいはい、下野市から2つのお店が出てるんですよ。それなので、ぜひ皆さんね、下野市から参りました、今日のこの合戦に参戦しております。そちらのお店をご紹介させていただきます。はい、2つあるんですが、1つ目が、はい、下野特産のかんぴょうをごぼうの代わりに使う甘辛なきんぴら風に仕上げたかんぴょうのきんぴらまん、はじめとする中華まんを販売しているのが双葉食品さんです。双葉食品株式会社様が出店しております。はい、そしてもう1つ、こちらね、もう本当におすすめです。この寒い時期にぴったり、本大会昨年の第3位の実績を勝ち誇りました、はい、あったかもつ煮にかんぴょうのエッセンスを加えたかんぴょう入りもつ煮を、こちらに出店しております、丸文さんです。あちらにあります、丸文さん、こちらのね、もつ煮はさっぱりと、そしてお上品な味のです。私も大好きです。もちろんカンピ君も大好物です。ぜひ皆さんね、今日はもつ煮美味しいですから、ぜひ食べてください。はい、はい、ということで、下野市から参りましたカンピ君です。ちょっとメタボ気味なので、ちょっとダンスしても大丈夫ですか。いいですよ、はい、どうぞどうぞ。じゃあカンピ君、ダンスをしましょう。ワンツーダンス、じゃあいきます。皆さん、ワンツーワンツー、はい、ワンツーワンツーワンツー、はい、じゃあカンピ君、最後にくるっと回ってジャンプしようか。はい、くるっと回ってジャンプ。はい、メタボ組のワンツー、これでちょっと無駄になりました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
下野市からですね、かんぴくんでございました。栃木県の野木町のひまわりさんちゃんでございます。はい、お願いします。意外とシュッとしてるんですね、はい、うん、そうなんです、せっかくでもうちょっと前の方に、ね、もうちょっと前の方に、そうそうそう、前の方に、うん、危ないから気をつけて。はい、じゃあお願いします、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。私たちは栃木県の一番南、栃木県がある一番下にある野木町からやってきました、うん、こちら、はい、ひまわりさんちゃんです。はい、かわいいでしょ。あ、さんちゃんって声が聞こえましたよ。はい、ありがとうございます。はい、さんちゃんですね、野木町はひまわりが町の花、そして、はい、夏にはひまわりフェスティバルという大きいお祭りをやっております。はい、でそちらのひまわりをモチーフにした元気な男の子です。はい、で、ここだけの秘密なんですが、さんちゃん実は生まれたのが1983年。あれ、ん、僕らのためですよ。あれ、あれ結構いっちゃってるんですね。あの永遠の、ええ、あの少年なんですが、ええ、生まれたのは83年。ええ、あんまり数えないでいただきたいんですけど、なぜこれを公表したんですか、逆に。もうずっとそれで来ているので、ずっとそれで来ているんですよ、ね。はい、そうなんです。はい、ちょっとお兄さんなんですけれども、はい、はい、はい、あのずっと少年のままなので元気いっぱいのさんちゃんになっています。はい、で、いつも野木町の魅力をですね皆さんに伝えるべく、はい、町内を走り回っているんですが、今日はこちらの桐生市で頑張って PR をしてまいりたいと思っております。ありがとう。はい、そしてですね、さんちゃんの紹介の他に今日は野木町から、はい、やっぱり出店をしているお店がございます。はい、野木町で人気の匠どんや天八さんから、はい、野木町ブランドである野木のひまわりバーガーを出店をしております。ひまわりを食べるんですか。そうなんです、ひまわりごと食べるわけではないんですけれども、はい、野木町のお野菜を使って、はい、さらにですね、パテの代わりにかき揚げを挟んでおります。はい、でそのかき揚げの中にプリップリのエビとひまわりの種が入っているんですね。なるほどなるほど。はい、なので、まあ、バーガーでかき揚げって思うかもしれないんですが、意外と美味しい、そしてさんちゃんも大好きな、はい、バーガーとなっております。さんちゃん食べたことあるんですか。ああ、グーグー食べたことある。そう、ね、さんちゃん1回に10個ぐらい食べられるもんね。すごいね。そんなに大好きなんだね。そうなんです。はい、なので、今日はこちらステージ終わった後にそちらの天八さんの方に駆けつけて、うん、はい、はい、さんちゃんも応援をしたいと思っております。さんちゃん、さんちゃん、あの思いのほか汚れてるね。結構なんか1983年生まれだ、ね、生まれだからね。じゃあ忙しいから、忙しいんだよ、いろんな、ちょっと大変なんだから、疲れちゃうんだから、あの頑張りすぎて、あちこちぶつけちゃったりするんで。なるほどなるほどね。そうなんです、男の子だから、やっぱ男の子だからね。そうなんです、やんちゃなんだね。そうだね、ちょっと後でお風呂入りましょう。はい、というわけで今日は皆さんとたくさん触れ合いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。では、こちらですね、醸造市から千姫ちゃまお願いします。はい、お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。ゆっくりゆったり安らぎの町醸造から参りました、第16代醸造市観光大使千姫様の倉持みなみ、鳩見愛と申します。そして私たちの隣にいるとっても可愛らしい女の子は醸造市のマスコットキャラクター千姫ちゃまです。千姫ちゃまのこと知ってる人いますか？ あまりいないみたいなので、千姫ちゃまの紹介をさせていただきます。今日で知ってもらいましょう。はい、うん、上総市には徳川家康の孫にあたる千姫様のお墓が愚行寺というお墓にあります、うん、千姫様、あ、お寺にあります、うん、千姫ちゃまはこの千姫様をモデルに2012年に誕生しました。現在は私たち観光大使と一緒に上総市の PR 活動に励んでいます。そんな千姫ちゃまの好きなものはお団子、おせんべい、うまい棒、そして日本酒がとっても大好きなんです。
というのも常総市ではお米が豊富に取れることから、そのお米を使ったお団子、おせんべい、日本酒が特産品としてあります。常総市にお越しの際は皆さんもぜひ召し上がってください。千姫ちゃまのいる常総市は茨城県の南西部に位置しており、都心からは常磐道やつくばエクスプレスを利用してわずか1時間のところにあります。さらに圏央道常総インターチェンジが開通し、よりアクセスが良くなりました。本日も圏央道を利用してきたのですが、2時間かからずに来ることができました。そんな常総市に、来た際はぜひ行っていただきたい場所があります。それは坂の家住宅です。坂の家住宅は、昭和43年に国の重要文化財の指定を受け、現在は三津街道風土博物館として一般公開しています。この他にも常総市は数多くの文化財が残り、自然豊かな場所であることから映画やドラマのロケ地としても利用されています。先ほどお伝えした坂の家住宅では、某大手携帯電話会社の CM 三太郎シリーズでも使用されました。常総市の特産品お団子やおせんべいを食べながらロケ地巡りをしてみるのもいいかもしれません。タイミングが合えば撮影現場に出会えるかもしれませんね。最後になりましたが、千姫ちゃまはインスタグラム、フェイスブック、ツイッターやっております。よろしければフォローしてあげてください。千姫ちゃまの日々の活動や常総市の魅力的なスポットやグルメ紹介しております。本日最後までお楽しみください。ありがとうございました。